休みの日にどこか行きたいんですが、いいところがありますかそうね、スポーツは好きはいじゃあ、南スポーツセンターとかはどうスポーツセンター建物は古いけど、安くていいわよそうですか おはようございます。今日はいい天気ですね。そうですね。いい天気ですね。だいぶ暖かくなりましたね。本当ですね。すみません。郵便局はどう行ったらいいですか？ この道をまっすぐ行って二つ目の信号を左に曲がってください一つ目の信号を左ですねい,いえ一つ目じゃなくて二つ目ですわかりましたでは 金曜日の10時に来てください金曜日の10時ですねえー、っと場所はどこですか受付に来てくださいその後部屋に案内しますわかりました どこで日本語を勉強しましたか日本語学校で勉強しました。どれぐらい勉強しましたか ?1 年ぐらいです。そうですか。 動物園、どうでしたか楽しかったです。パンダが可愛かったです。私は猿が良かったです。ああ、猿も可愛かったですね。また行きたいです。 補セさん、辛そうだねはい、昨日飲みすぎましたちょっと二日酔いなんですえ坂、ー、井さんは二日酔いの時はどうしていますか二日酔いの薬を飲むかな結構いいよへえ<ー>でも寝るのが一番いいけどねそうですね プーピンさんんどうしたんですか最近よく眠れなくて体がだるいんですそれはいけませんねよく眠れない時はぬるいお風呂にゆっくり入るといいですよそうですか試してみます。 はい、北浦和フーズですもしもし、あのー、アニサですああ、アニサさんすみません、家に財布を忘れましたこれから取りに帰りますそれで、少し遅れますあ,あ、わかりました あの、すみません。スマホをなくしてしまったんですけど、届いてませんかスマートフォンですかお調べしますので、特徴を教えてください。えっと、スマホの色は黒で、犬の絵の赤いカバーがついています。そうですか。機種は ?iPhone です。 すみません。この料理教室に参加したいんですが。料理教室ですね。少々お待ちください。ああ、金曜日のクラスはもういっぱいです。木曜日のクラスでもいいですかはい、大丈夫です。あの、いくらですか一回800円払ってください。